1953年にイギリスに帰国した際、母親と共に。1953年に韓国より帰国した際のブレイク。ロンドン西部にあるワームウッドスクラブス刑務所。1966年、ブレイクはここから脱出した。ジョージ・ブレイクはイギリスの外交官、ソ連のスパイ、ソ連 KGB の中佐。ブレイクはイギリスに帰国した時に名乗ったもので、 出生時の生はビファル。1922年にオランダのロッテルダムでプロテスタントのオランダ人の母と英国に帰化したセガルリ派のユダヤ人の父の間に生まれた。1940年ドイツ軍によるオランダ占領後抑留されたが脱走しレジスタンス運動に参加。1943年ピーター・ドブルの偽名でジブラルタル経由でイギリスに渡り、 そこで、ジョージ・ブレイクを名乗った。1944年、イギリス空軍に志願したが、ドイツ語とオランダ語を担当であったため、特殊作戦執行部に編入された。同年、連合軍総司令部で通訳として勤務。中尉となり、空軍の防御用部隊の指揮官となった。1947年、外務省に入省。ケンブリッジ大学でロシア語を学び、 1948年、中ソウル英大使館副領事に任命された。1950年、朝鮮戦争が勃発し、北朝鮮軍がソウルを占領した時、ブレイクは他の外交官と一緒に抑留された。1953年4月に、ブレイクはイギリスに帰国した。この時すでにソビエト朝方部により長望されていたと見られている。彼は北朝鮮で、 国連軍の無差別爆撃を目の当たりにし、西側陣営に疑問を感じた。1955年、ブレイクは西ベルリンの英軍警備司令部に配属され、ミロクの東ドイツ国内のエージェント網を指揮することとなった。ソ連は、ブレイクの職務上の地位を重視し、彼の出世を有利にするために、自国の小物スパイを西側に売り渡すことすらした。 1956年、ブレイクは電話会話盗聴用の地下トンネルの存在をソ連側に通報した。彼は自分が知っている東欧諸国内のイギリスのエージェント全員の氏名、西側諸国軍の人数及び編成に関する情報をソ連国家保安委員会に引き渡し、未六指導者に関する詳細なファイルを作成した。これらの情報のおかげで KGB は 長年にわたってイギリス庁法部のドイツにおける活動を完全に封じることができた。ブレイクは後に自身が暴露したエージェントは総計数百名に上ると証言している。1956年から1959年まで外務省に復帰し、イギリス庁法部のために働いていた元ゲレン機関のエージェントホルスト・エートナーと関係を維持した。この機関、ブレイクとエートナーは 互いに、KGB のエージェントであることを知った。1960年、エイトナーが逮捕され、1961年2月、ブレイクの活動について話したが、これは信用されなかった。その後、CIA のエージェントだった、中東ベルリン・ポーランド軍の諜報員、ミハル・ゴエニフスキーが亡命し、ブレイクが、KGB のスパイであることが明るみに出た。 1961年3月、ブレイクは逮捕された。このニュースを知った KGB は、東欧諸国内のイギリスのエージェント網を一撃で壊滅させた。この時、東ドイツだけで40人のエージェントが逮捕または殺害された。1961年5月、ブレイクは金庫42年を言い渡された。1966年10月、ブレイクは獄中で知り合った。 アイルランド人テロリスト、ショーン・アルフォンス・バークの助けで脱獄に成功し、バークの自宅にかくまわれた。1967年1月、ブレイクはハンブルクに飛び、そこから KGB の助けでベルリンの壁を経由して、モスクワに渡った。数日後、バークもモスクワに渡った。その後は、KGB で大佐、また、第一総局の顧問となり、 1974年からソ連科学アカデミーイメモで働いた。ソ連崩壊後もモスクワに在住し、2007年にはプーチン大統領から勲章を授与されている。2012年にはロシア新聞にブレイクのインタビューが掲載された。2020年12月25日、モスクワで死去。霊人勲章、赤旗勲章、一党祖国戦争勲章。 個人的勇気に対する勲章を受賞。ありがとうございます。